あと最後ね、剣盾終わったからね、靴の試練、あと靴の試練終わらしちゃいましょう。ここか、ん、あった、赤ずきんちゃんじゃん。あ、そういえば赤ずきんちゃんたちのさ、相手握手券とか全然やってねえんだけど、え、並んでんだけど、何してんだお前。よし、青汁っていう健康ドリンク知ってるか。俺の元気の源、ガチのスーパードリンクだ。これで決める。赤ずきん48の遠征に行く前はこの体が、この一杯が欠かせない。ここであったのも何かの縁だ。一口くらい飲んでけいけ、うん、どうだ、飲んだ感じは。感想言ってみろ。美味しい美味しい美味しいね。青汁はそうじゃない、お前にはわからないのか。よし、もう一杯だ。どうだ、飲んだ感じは。感想言ってみろ。おいしい、あー、よしです。あー、おいしい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 ね、おいしい、おいしい、おいしい。もういい、もういい、うせてくれ、もう。よし、もう一杯。うせろ。どこいつよ。のぞみちゃん今日も可愛すぎるわ。最近赤みちゃんも実はちょっと好きなのよね。あの高飛車でわがままな感じが飾らないで生きているっていうか、周りじゃ調子に乗ってるって言われちゃうのもわかるけどね。行こうか、人いっぱい並んどるし。何こいつ。あ、すみません、今赤みさんのスケジュール、調整中なので、ね、大丈夫ですよ、なんとかして調整しますので。君が手伝ってくれるのかい。びっくりした、エテポンギちゃん、もしかして未だに暴言とかしちゃってる感じ。しちゃってる感じ。マジマンジマンジ、マジウケる。ちょっと待って、赤みってあの、前なんかイベントで会ったのってあれ何みちゃん、また別かな。もしかしてその子が今成長してこうなってるって感じなのかな。ちょっとわかんねえな。妹にしたいタレント1位の、今一番売れっ子の私に、ね、何なのよ。けどなんかエテと顔見知りっぽかったからやっぱそうなんかな。ごめん、赤目するの NG かも。ねえ、ま、ねえ、ジョーマネ、スケジュール的にどう。はい、2年後までスケジュールびっしりでちょっと厳しいですね。多分そうだな、こいつえらい変わったな。うん、そうなんだ。でもギャラとか出るわけ。私クラスだと結構ギャラ高いよ。ブザ、そんなに払えないよ。大丈夫だ、私が用意しておこう。ギャラあるならいっか、まあ、今回だけ特別ね。じゃあジャーマネスケジュール調整よろしく。はい、はい、売れっ子になって性格がかなり変わったようだな。最低だなこいつ、最低、術最低だ。こういうやつが一番嫌いだ。初心を忘れんなよ。これね、デトニックスタッフ、マジウケる。まあ今回は特別ついていってあげるけど、基本的に私スケジュール厳しいんだよね。マカロマウンテンだっけ、遠くね。うざい、嫌いだこいつ。あの昔のあの素朴なあの感じが。ピーターパンパンはどう思ってんだろうね。ピーターパンパンは果たして。悲しい。さあ、サクッと今回も攻略しちゃおう。案外このメンバーが一番いいかもね。
アシュラ攻撃、ジニーズがなんかやってくれて、で回復にあのバーカバーカっていうこいつ、周辺のモンスターに注意ください。睡眠警報、ほう、ジャラを変えるべきだった、しまった、でも睡眠無効系のジャラにするべきだった、やってしまった。おお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 お自然な指輪、ナチュラルリング、ほう、このびっくりマークついてんのが眠らしてくるのか。よし、オッケー。ちょ、ビンさんともね入れてえな。やっぱイケメン揃えたいじゃん、やっぱメンバーには。ビンセント、アシュライケメンやん、でエテポンギもちろんイケメンやん、ジニーズはイケメンなんかな。心はイケメンでございます。ウィース、そういえば最近シャムさんの動画全然見てないな。ほんと昔はね、まあ今もやってるんだけど、ニコ生のさ、まあシャムさん応援チャンネルみたいなのがあって、コミュニティがあってさ、もうずっとそこでさ、もうシャムさんのマットだとか動画を、実況動画とかずっと回してるからさ、それ結構見てたんだけど、最近ちょっと見れてない。後で見ます。ウィース、どうもシャムです。今日はオフ会当日ですけども、集合場所のイオンシネマに来たんですけども、参加者は誰一人来ませんでした。ガチャ、なんで来なかったんでしょうかね。復活してくんないかな、シャムさん復活してくんないかな。宝、あーかん、スイッチタイプ。1個目、やったでごわす、ゴス行き止まり、どうだ、右から回る。罠マジで踏まないでね。最近ハリセンの罠見てないけど、急に出てきたりするからね、気をつけよう、本当に気をつけよう。下から行こう。とりあえずあと2個は確実にあると。えい、この武器結構強いよね、この剣。ちょっと JP が少ないのがあれなんだけど、結構火力ある。なんとか JP 消費量下げたいな。回復しつつやっていきたい。ああ、もうこれもうなくなっちゃった、なくなっちゃった。うーん、どっちだ、こっち。周りから抑えるタイプ。あと2個ね、オッケー。バッシュ、うわ、見えん。ダメだ、弓やっぱ火力が弱いな。
よいしょ。オッケー、オッケー。よいしょ。あったあったあった、ちょっと待って、スイッチスイッチスイッチ、てめえに変わってる暇はねえ。スイッチ、うーん、あと1個か。この部屋にない？なーい、なーい。敵多い、敵多い。邪魔しないで。で、ここ通路でしょ。また上に抜けれんのか。あ、久しぶりの謎扉。行くか。おまつこ。バトル。よいしょ。撃っちゃって、いや撃たんとこ。次ボスだ。呼び出しも OK、 いいね。どうしたどうしたどうした、動かない。当たんね。よいしょ。オッケー、あと1匹、あと1匹。貴様か、多くね。やばい、 10P がなくなる。え、でも誰が死んだ、ケパリン。お前危ねえな、ボス前で一人失うとこだった。完全に負けじゃん、それは。この奥でボス、大物のオーラ漂ってる。ちょっと回復しまーす。よし。あー、なんか睡眠系やってきそうだよね。ってことは、あ、そうか、青汁もらったんだった。3回、バイキン 70% か。けど 70% 少ねえな。こっちにしようか。混乱状態か。混乱じゃねえな。睡眠ってなかったっけ。ないね、うん。混乱にしとこう。ちょっと待って、考えよう。考えよう。前回が、1回目が剣の試練で天狗王、2回目が盾の試練でガーディアン、2回目は盾でガーディアン、まあまあぽいぽい。ただ天狗王、剣で天狗王ってのがちょっと意味が分かんないけど、まあ術のってことは、術のスペシャリスト、忍びだよね。忍び忍者、なんとか影とか、なんとか影丸とか、そこまで予想する。まあシンプルにね、セイレーンの色違いだね。シンプルに色違いでした。もうこれはご了承でいい。打つか、打つ、打てねえ、打てねえ、なんだ、踊ってる、打てねえ、やべえ、直して、なにこれ、ダンスモード入った、なった、ここ打ちたい、また踊っちゃった、また踊っちゃった、なに踊っちゃうんだけど、あつこ、どっちから倒そうかな。
アツコだよね。アツコから行った方がいいよね。なった。くらえ。よしよし、いけるいける。いやあれ、アツコ全然食らわねえ。ユウコ、ユウコから行くか、じゃあ。え、どういうこと？ユウコが効かねえの？うわぁ、見え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 。やべやべやべ。回復しよう。よっしゃ、チャンスじゃ。お前らはなんでこっち来ない。一個ずつ、一個ずつ片付けていくよ。よし、うめえな、うめえな。あつこからだ、やっぱり。あつこから行こう。あー、踊っちゃったー。これ、踊り回復とかない、なかったよ、そんな。いやー、これはなかなか長期戦になりそう。火力自体はそこまでないから。また踊っちゃったよ。もう火力自体はないだけど、なんか細かいのとか出したり踊らしたりしてくるから、これなかなか長期戦だ。これは1匹ずつ確実に。あれに当たるとダンスするんだな。これに当たると危ね。今ダメ、今ダメ、今ダメ、今ダメ。これ見えねえって。これだから画面が、はい、何このダンスモード。でこれが終わった途端にあの風で、おやあ、天妻が土みたいなやつ回復。よし、もう一発来る、もう一発来る。うわ、ここは無理、避けきれん。おっしゃ、ここはかます。え、ちょっとずれた。お、一匹いった、一匹いった。よし、開けて回収して、今それメローラさん、今よし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 、あとはアツコだけ。え、じゃあユウコを攻撃してたんか。あ、危ない。あー、近づいちゃいけない。今は近づいちゃいけない。はい、よし、こう、うわー、間違えた。ん、いいんか。いやー、けど防御は薄いな。全然薄い薄い。オッケー、あれ、避けれん。おしゃう、300食らうね。あと一発や、相手に任せろ。俺が仕留める。届いてね。得てんのもらう。クソ、取られた。何もらった。ホワイトクラウド。まあまあ、そこまで苦戦はしなかったね。なかなか踊らさせられたり画面が見えなくなるという、あれは厄介だったな。画面見えないってやばいな。何もできねえから。お、シートの絆が深まりました。
な愛ナチュラルリングがナチュラルリング、チョキチョキグーチョキワッポン。仲良し勝った。裏切り、裏切りのグー、何しょ、ナチュラルリング、ダンジョンで広ぎ2ラウンド10ラウンド、これ溶岩クリスタル、フラワーブローチ、え、ちょっと待って、何これ、グングンスター L、 やば、使おう、あーまた下画面かぶってる説もうすぐ下画面かぶるんだよね、ミスったな、ちょっとだけなんだけど、なんか嫌じゃんやっぱり。ありがとう赤身、ありがとう。お前のせいで下画面またちょっと角がついちゃったわ。私の方、私間違ってた。そうだね。うん。あの人たちを見ていたら未来の自分を想像できちゃったの。今の人気はずっと続くものじゃないんだって。このままだときっとファンも減って誰にも相手されなくなっちゃう。はい、私初心に戻って毎日ちゃんと勉強します。赤身さん。だからギャラはいりません、エテポンギありがとう、うん、とりあえず元には戻ってくれたね。ね、試練クリアするの俺が一番早かったよね。あ、そうか、3人とも受けてたんか今回ね。いや、私の方が早かった。でごわす。いや、エテポンギさんもなかなかだったでごわす。うん、それは、そうだそうだ、それほど、それほどでも謙虚に、ご謙虚にって誰でもいいわでもこれでやっとドラゴンナイトになれるぞ。よし、それでは、では終わる。よし、しかし試練はまだ終わってはいない。なんで、ああ最後の試練を始める。多分デアファルコンを倒せみたいなんじゃないの。うん、まあけどデアファルコンに勝ったらね、よし、真剣勝負をしかねる。デアファルコン越えしちゃうじゃん、そんな。はい、まあ勝ってもどうせ、うん、よかろうとか言ってそこで終わるんだろうけどね。真剣勝負とは言いつつもね、この強さなら任せても大丈夫だろう。忍者マンもダメでしたか。ウスタちゃんには他のお仕事がありますし、お寿司、そうですね、そういえば彼らの仲間には裏切った彼もいましたね。ちょうどいい、彼を使いましょう。かしこまりました。直ちに準備出します。面白いことになりそうですね。彼とは一体。